皆さん、こんにちは。ポップです。2月24日土曜日。今回は週末スペシャルということで、ドル円の今までの値動きと来週のトレードポイントについて解説をしていきます。使用するチャートに関しましては、ゼロスプレッドサブスク FX でおなじみ、シンクマーケットさんのトレーディングビューを用いて解説を進めていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。それでは、早速ではございますが、ドル円の1時間足。 こちらのチャート、時間軸の方は2月の初めから示しておりますので、よろしければご覧ください。まず2月のドル円に関しましては、大きく2回の円安ドル高ですね。こちらの吹き上げがございました。1回目に関しましては、この丸ですね。アメリカの雇用統計が大きく非農業部門の雇用者数、事前予想よりか上振れしたということで、200ピプスを超える上昇。そして100ピプス程度のレンジをこなしながらですね、 中旬に関しましては、アメリカの消費者物価指数、いわゆる CPI も上振れしたということで、こちらも100ピプスを超える上昇。まあ、こういった中でですね、まあ、100ピプスのレンジですね、147.70から150.70の間、まあ、100ピプスごとにですね、サポートレジスタンスラインがあるんですが、こちらの方をね、しっかりとレンジを守りつつですね、今は一番上のレンジ、下は149.70と上は150.70。 まこちらがね、カチッと当てはまった1週間となったのが、こちら今週のドル円の動きでございます。前回のね、動画ご覧いただいた方、まあお分かりだと思いますが、今週に関しましては、えー、下の149.70。これはですね、その前の週にしっかりサポートが入っていた。その前もですね、レジスタンスがきっちり決まっていたところ。そして、100ピプスのレンジでございますので、100ピプス引き上げた150.70ですね。まあ、これも先週ですね、レジスタンスラインとして機能していた。 そして今週に入りまして見ていただきましても、そのね、サポート、レジスタンスがかっちり当てはまったので、まあこのレンジ相場、のレンジで勝負していくのか、レンジブレイクをしていくのかというのがね、来週以降のトレード戦略になろうかと思います。まあこういったところをね、少しチャート、今週から来週にかけてですね、フォーカスしまして戦略の方を見ていきたいと思います。 チャートの方をアップしましたが、まあ、先ほどもお話ししました通り、下は149.70、しっかりサポート入っておりまして、今週に入ってからもですね、一旦、えー、上げてから下げたところのサポートラインが149.70、まあ、気持ちいいぐらいにね、えー、きっちりとサポートが入った。そしてレジスタンスに関しましては、一旦少し抜ける場面もありましたが、まあ、基本的にはね、この150.70のところで、えー、2つの、ね、レジスタンスを食らっている。 こう考えますと、今週に関しましても、やはりこの100ピプス、下は149.70、上は150.70のレンジ相場ですね。まあ、こういったところを意識する展開かなというところでございます。もちろん、上がるか下がるかというのは分かりませんので、まあ、しっかりとトレードポイントに関しては、上がるか下がるか予想してポジションを取るのではなくて、このレジスタンスラインの150.70やサポートラインの149.70、まあ、このあたりのプライスアクションですね。 まあ、チャートの動きを見て、えー、どのようなポジションを取っていくか、こういったところを考えるのがトレーダーの仕事だと思いますので、えー、長い時間軸で見てですね、今、高値圏だから、えー、ロングショートを取っていこうというところではなくて、まあ、しっかりとこの、ね、サポート、レジスタンスラインあたりでの、えー、プライスアクション、これを見ていただければと思います。それでは戦略に関しましては、まあ、前回と、ね、もう同じような形となりますが、えー、上に行った場合と下に行った場合、えー、おのおの考えていきたいと思います。 まず上に行った場合に関しましては、レジスタンスラインは先ほどお話しました150.70。まあ、こういったところが勝負どころになろうかと思います。こちらの方は上に行ったところ、150.70に差し迫ったところでですね、まあ、要線から陰線。この陰線に変わるというところは、直近の要線よりも長めの陰線ですね。これが出た場合に関しては、レンジが継続される。 こちらはですね、しっかりとレジスタンスが効いたという認識になりますので、そういったところはしっかりとショートを取っていただきながら、直近つけた高値の上側にストップロスを置いて、そして、損切りのピプス数が決まりますので、その1.5倍から2倍ですね、149.70の上側でしっかりとテイクプロフィット、利確注文を出す。これがレンジ相場、上に行った場合のパターンでございます。あと、もちろん上に行くと言いましても、 このまま150.70抜けてしまうかもししれまません。え抜けてしまった場合はその場でねレンジブレイクとみなしてロングを取るのではなくて、まあ、こういったところねあの上ヒゲだとかすぐ戻ってしまう場面もあるかと思いますのでしっかりと150.70の上側でロウソク足が陰線から要線ですねまあ最低でも15分足できれば1時間足を見ていただいて陰線から要線 えー、しかもこの陰線よりも、手前の陰線よりも、要線の方が長かった時ですね。まあ、こういったところでロングを組んでいただきながら、ストップロスの方は直近の安値の下側。そして、えー、こちらね、損切りのピップス数が決まりますので、えー、同じように1.5倍から2倍ですね。まあ、こういったところのテイクプロフィットを置いていくというところが必要になろうかと思います。 上方向に行った場合は、151.90ぐらいが前回ね、日本の為替介入が入ったところでございますので、まあそこまででですね、エクプロフィットは入れていただくようにお願いしたいと思います。それでは上に行ったパターンは以上でございまして、今度はですね、下に行ったパターン、これを見ていきたいと思います。少しね、このサポートラインからは離れてしまいましたが、ロングを組むときはですね、先週といいますか今週もですね、 大きく下がってしまった場面もありましたので、しっかりこのね、149.70まで引き付けましょう。まあ、どういう形で下がってくるかわかりませんが、こちら下がってきた。そして、まず、レンジが継続される場合でございますが、直近の陰線よりも、この149.70付近で、陽要線が出た場合ですね。直近の陰線よりも要線が長かった場合、これは直近の安値をストップロスを置いてですね、ロングを組みつつ、こちらも、損切りに対して、1.5倍から2倍のテイクプロフィットですね。 150.70にかかるまででね、これはテイクプロフィットを入れていただく。まあ、こういったところがレンジ相場継続。ポイントとしましては、149.70付近での陰線から要線。直近の陰線よりも要線の方が長い。まあ、こういったところでね、ロングを取っていただく。そして、割ってしまった場合のパターンも見ておきましょう。こちらに関しましては、149.70。まあ、どういう経緯で下がるかわかりませんが、抜けてしまったと。こういった抜けたところでね、すぐ入ってしまう方、まあ、いるんじゃないでしょうか。 まあこういったケースはね、もちろん取れれば大きいんですが、案外下髭でね、えー、V 字回復して戻ってしまうというケースもありますので、こうやってえ下にね、落ちた場合は、戻りを待って、戻りが弱いところ、えー、要線から陰線に切り替わったところですね。この戻りというのは149.70の下側で、要線か陰線に消されてしまった。まあ、こういったところがあったところのみね、しっかりとショートを取っていただく。これがレンジブレイクの定義とみなしておりますので、 まあこの場合、ショートを取った場合は、直近の高値の上側にストップロスを置く。同じく、この損切りピップ数が決まりますので、その1.5倍から2倍のテイクプロフィットを入れていく。まあ、こういった考え方でよろしいかと思いますので、この4つのパターンですね。上に行った場合は、レンジなのか、レンジブレイクなのか。それとも下に行った場合は、これもね、レンジで跳ね返ってくるのか。割り込んでからのレジスタンスでレンジブレイクするのか。 まあこういったところをね、えー、考えながら、えー、ポジションを取っていく必要があろうかと思いますので、まあ、決してね、えー、寝ごろ感から高いからショート、えー、安いからロングというところではなくて、この149.70と150.70、サポートレジスタンスラインでのプライスアクションを見てご判断いただければと思いますので、よろしくお願いします。2月もですね、最終週となりますので、経済指標の方見ておきましょう。えー、重要なところはね、えー、こういったサポートレジスタンスライン関係なくですね、えー、動いてしまいますので、注意が必要だと思います。 2月の最終週ですね。まあ、大きなイベントとしましては、まあ、日本の CPI。まあ、これもね、動く可能性ありますがえ、メインとなるのはですね、2月29日の木曜日ですね。あ、えー、今年はウルー年ですねえ。こちらのアメリカの個人消費支出、いわゆるデフレーターですね。まあ、これが物価に関するですね、えー、指標となります。アメリカの方は、えー、雇用と物価をめどにですね、えー、政策金利の方を変えていくというところでございますので、えー、この物価に関する個人消費支出ですね。 まあ、ここの部分が注目を受けるというところでございますので、木曜日の22時30分あたりにはですね、大きなポジションを持って、えー、持ち越してしまいますと、ちょっとね、これは大きな変化が訪れるかもしれないということで、えー、テクニカル分析が通用しなくなりますので、お気をつけいただければと思います。それでは、えー、皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、少しでもね、この動画が参考になったという方いらっしゃいましたら、いいねボタン押していただいて、あとチャンネル登録、ね、されてない方は、えー、チャンネル登録していただけますと嬉しく思います。 それでは皆さんいいね。3連休、今中ほどでございますが、3連休をお過ごしください。ポップがお送りしました。それではまた次の YouTube ライブや動画でお会いしましょう。バイバイ。